ビルバオアバン駅にあるプリエトの長像をインダレシオ、プリエト・トゥエロは、スペインオビエド県オビエド出身の政治家。1918年から1923年、1931年から1939年まで、ビルバオ選挙区から選出されてスペイン、国会会議員を務めた。百三十五年から百四十八年には、スペイン社会労働党の初期長を務め、 第二共和世紀には国防大臣などを歴任した。1883年にオビエド県オビエドに生まれた。6歳の時に父親が死去し、1891年には母親と共にビスカヤ県ビルバオに引っ越した。幼少の頃には路上で雑誌を売って生計を助けていた。日刊誌のラボスでビスカヤで即帰記者の仕事を得てやがて編集者となり、 後には、ライバル誌のエルリベラルのジャーナリストとなった。最終的には、エルリベラルの編集長やオーナーにまで上り詰め、バスクの実業家とも交流があった。社会党16歳だった1899年に、スペイン社会労働党に加入。社会党では、社会主義青年同盟の幹部となり、1911年に、ビルバオ市議会議員に当選した。バスク地方における、 社会主義の重要人物となり、第一次世界大戦後の1917年8月には、党内でもプリエトが中心となって、革命ゼネストを起こした。ゼネストの主導者たちの何人かは、マドリードで逮捕されたが、プリエトは逮捕される前に、フランスに逃げ、1918年の総選挙前に、スペインに帰国すると、ビルバオ選挙区から会議員に当選して、スペイン国会に議席を得た。 プリエトは第3次リーフ戦争における政府とスペイン軍の行動を強く非難し、またメリディアでマヌエル・シルベストレ将軍が軽率な軍事行動に出たことでの国王の責任を取り上げた。カタルーニャ地方では社会主義者と地域主義者が結びついてカタルーニャ社会主義連盟が成立していたがプリエトやミゲルデ・ウナムーノらはバスクナショナリズム運動には批判的でありバスク地方では バスクナショナリズム運動をん引するバスク民族主義党と社会主義者による社会党が大衆政党として攻めにあった。バスク民族主義党が策定したエステーリア検証はカトリックを基調としており、プリエトはバスク地方をバチカン主義者のジブラルタルにするものであると警告した。プリモデリベラ政権と第二共和制インダレチオプリエト1923年に ミゲル・プリモデ・リベラの独裁政権が成立すると、社会党はプリモデ・リベラ体制に協力したが、体制に批判的だったバスク民族主義党は一切の政治活動を禁じられた。プリエとはプリモデ・リベラや社会党の大物であるフランシスコ・ラルゴ・カバリエロとは激しい対立があり、ラルゴ・カバリエロがプリモデ・リベラ政権に部分的に協調する方針に反対した。 1930年8月には、社会党党首のフリアンベステイロが反対したにも、かかわらず、プリエトは、反体制派の政治改革方針である、サンセバスティアン協約に参加した。この共和主義政党の広範な連合による協約では、スペイン君主制の廃止が提案された。1931年4月には、第二共和制が成立し、サンセバスティアン協定は、 共和国を敬引する指導要領となった。プリエトは、ニセトアルカラサモラ大統領に導かれる、共和国政府の財務大臣に就任し、社会党からは他にラルゴ・カバリエロ・トリオスが入閣した。マヌエル・アサーニャ内閣の財務大臣としてのプリエトは、スペイン銀行を政府が統制できるようにする、法案を制定したが、これによって、スペイン銀行に疎まれたため、 1931年12月の内閣改造では公共事業大臣に回った。プリエとはプリモデリベラ独裁政権時代に始まった水力発電計画の方針を継承し、またチャマルティン駅の新設、チャマルティン駅とアトーチャ駅を結ぶトンネルの建設など、首都マドリードのインフラを改善する野心的な計画を策定した。ただし、 これらの計画の大部分はスペイン内戦終結後まで完了しなかった。1933年6月の内閣改造では、プリエトがアサーニャの後継首相候補に挙げられたが、アサーニャが首相を続投した。1933年11月の総選挙は、女性に参政権が与えられた初の総選挙であり、左派は敗北して急進党主体のアレハンドロ・レリュー。 政権が誕生した。地方経済特権の維持のために、バスクの中産階級を味方につけようとし、1934年には、従来敵対していたバスク民族主義党の、ホセ・アントニオ・アギーレと手を結んだ。1934年10月には、社会党が主導したゼネストによる革命が失敗した。ラルゴ・カバリエロとは異なり、プリエトはこのゼネストと武装放棄には反対していたが、 のの可能性を逃れるたためににフランスのパリに亡命し1935年には社会党の初期長に就任し、1948年まで同職にあった。事実上の社種だったエルリベラルの紙面上でパリから意見を訴え、社会党恩恵派のリーダーとして社会党過激派と対立した。過激派のリーダーであるラルゴ・カバリエーロは、獄中から党内に影響力を及ぼし、 主導権争いを繰り広げた。プリエトはパリからアサーニャとも連絡を取り、プリエトによる左派を横断する戦略は人民戦線に帰結している。ラルゴ・カバリエーロは、プリエトは真の社会主義者ではなかったと語っており、後年はバスクナショナリストとも手を組んだ。プリエトの活動は他の社会主義者とは一線を画していた。スペイン内戦と、 その後1936年の総選挙では人民戦線派が勝利し、プリエトは首相の座を望んでいたが、ダルゴ・カバリエイロらの抵抗で首相の座を断念し、社会党を抜いた支持基盤の弱い共和諸派による組閣がなされた。1936年5月には、スペイン国会の法案委員会議長となって、バスク自治憲章の成立に一役買い、これにより、バスク民族主義党は、 人民戦線派の指示に回った。7月にスペイン内戦が勃発すると、9月にはラルゴ、カバリエーロ内閣が誕生し、プリエトは海軍、空軍大臣となった。1937年5月にはラルゴカバリエーロが内閣から外れ、プリエトは国防大臣となった。10月にはスペイン共和国軍が北方作戦に敗れ、プリエトは 大臣辞任の意向を示したが拒否された。1938年3月にアラゴン戦線で敗れると、ついに共和国政府を去り、その後は共産主義者との論争がエスカレートした。メキシコへの亡命スペイン内戦後には、フランシスコ・フランコ独裁政権によって、社会党そのものが非合法化され、政治界を退いてメキシコに亡命した。メキシコはスペインの 反体制運動組織に関与であり、バスク民族主義運動求進派などの避難所にもなっていた。スペイン内戦時には共和国政府を支援して犠牲者を保護しており、内戦以後にはスペインの知識人を多数招いて研究活動の継続などを支援していた。1975年にフランコが死去するまでメキシコはスペインとの国交を断絶したままだった。 第二次世界大戦が終わりに向かっていた1945年には、スペイン内戦終結後から、スペインの支配者だったフランシスコ・フランコに対抗する、君主制主義者と共に、スペインに民主主義を回復させる観点から、亡命共和国政府の設立を試みた。1947年には、社会党とバスク民族主義党が反共産主義で同調し、プリエトは、キリスト教民主主義と、 社会主義の同盟の必要性を訴えた。しかし、亡命共和国政府設立の試みは成功せず、現役政治家からの引退につながった。メキシコでは何冊かの書籍を執筆しており、例えば、パラブラスアルビエンとディースコーターソスイエヌ、アメリカなどがある。最晩年の九百六十二年には、カルタス、エウンエスケルア、テケーニョスデターレイスデグランデスススーセソスを表した。 1962年、メキシコの首都シユダでメヒコで死去した。ありがとうございます。